今回のテーマはクロスボールについて説明します。別の動画でクロスの説明をしましたが、もう少し具体的に説明します。クロスを蹴るとき狙うポイントが3つあり、クロスを受ける選手はその3つのポイントめがけて走り込みます。まずニア、ニアはボールから一番近い場所のことです。次はマイナス、ゴール前の少し後ろ。最後はファー、一番遠くのことです。クロスに合わせる選手はクロスを蹴る選手の状況と周りの選手の状況を見てどこに走り込むか判断します。特にニアへの走り込みは得点につながりやすいので意識しましょう。次はクロスのスピードについてです。ボールから伸びる白い線のスピードを見てください。次、白い線のスピードを上げてみます。現代サッカーのクロスはふわっとしたボールではなく、キーパーとディフェンスラインの間に速いボールを蹴るのが主流です。相手の守備組織が整う前に速いボールを蹴り込むことで得点の確率が上がります。ふわっとしたボールだとファー側、奥にいる味方までボールが届かず相手守備に引っかかってしまいます。特に守備から攻撃に切り替わった展開の場合は速いクロスを蹴るようにしましょう。低くて速いボールなら一番遠くにいる味方選手にも合わせることができます。今回はここまで。良ければいいね、チャンネル登録お願いします。